にちは。こんにちは。さあ、ゆだかさん、この時期といえば、やっぱり引退する選手だったり、あとは、やめてくださいというふうに、まあ、首だよな。首、そうです。退団してくださいと。いうふうに言われる選手が、まあ、続々と出てきてますけれども、うん、最初にびっくりしたのは、阪神の堀谷選手はシーズン中だったじゃないですか。まあなあ、うん、まあ、まあまあびっくりしたけど、はい、まあまあ進路は決まってるよね。他でやるとか、他でやる、うん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 、だからまだその気力とか、うん、まあでもまあ鳥谷もショックだったと思うけど、はい、まだまだやるぜみたいな、うん、まあ、そういうのがあるけど、クビってさ、まあ、戦力外ってもう突然言われるからね。ないんですか。ちょっといや、もう相談とか何もなく急に、まあ、来年はもう契約しない方向でって言われるから。だって9月ぐらいに電話がかかってくるんですか。まあトライアウトがあるからな。あ、そうですね。それに向けての調整をしなさいという意味もあるし、うん、まあ他球団も、うん、例えばドラフト前に、うん、え、あいつがクビになるんだったら、まあ取っとこうかみたいな、あ、まあそういうチャンスもあるし、はい、だからまあちょっとずつ早くなってるよね。あ、いう時期がってことですね。そう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 。クビの時期でも、その、うん、トライアウトっていうのはドラフトの後でしょ多分。はい、日程的には。そうですよね。まあ、そこでドラフトで取れなかった、うん、希望した選手が取れなかったら、うん、その後にトライアウトで、うん、あ、こいつだったら穴を埋めれるかなみたいな、うんうんうん、まあ、そういうことも考えながらやるよね。そうですよね。まあ、その中で俺ちょっとショックだったのが、はい、オリックスの高城修斗、うん、はい、キャッチャーなんだよ。キャッチャー、うん、でまだ26歳。若い。ああ、だって実は2010年から、そう、前からしたらものすごい若いよね。いや、26歳って普通のでしょ。社会人から言ったら22歳3歳から始まってまだまだ若造って言われる。まあそうだよな。私プロ野球選手でもう26歳ってなんか油乗ってる頃じゃないんですか。いや、まあ油、そうなんですか。油に乗ってるだろうな本来。いや、26歳でまだキャッチャーだろ。ですよね、高校から入ってるから、はい、キャリアとしたら8年終わってるわけよね。あ、もうそうか。うん、でも一軍の出場機会っていうのはさ、うん、結構 DeNA の時もあったし、はい、もうオリックスではちょっとしかなかったけど、うん、ただ俺もうルーキーで入ってきたんだよね、はい、俺がヘッドコーチの時に、うん、で中畑さんと話したのが、うん、まあ挨拶来たからね、はい、高城っていい目してますよねって言ったら、うん、長さも同じこと考えてて、うん、いや、あいついい目してんなっていう話から、ちょっとどっか機会があったら使ってみましょうよっていう話をしてて、あ、割と早く使ったんだよね。あ、そうだったんですね、うん、ただ、うん、まあ、全然打てなくてね、うんうん、キャッチャーとすれば、うん、まあ、そんなに悪くはないけど、うん、バッティングの方でもう代打を出さなきゃいけないというような、まあ、そういう感じだったんだよ、はい、でもそれも今年オリックスでちょっと上がった時にヒット打ってたし、うんうん、あ、成長したのかなっていうふうに見てたんだけど、うん、でキャッチャーっていうポジションってさ、なかなかこう難しくて、キャリアがいるポジションなんだよ、うん、それを考えると26できるっていうのは早すぎやせんかっていう。そうですよね。で、西村友達なんだよ。あ、そうなんです。あ、そっかそっか。西村監督あれ？いや、それでね、俺北海道行った時に、うん、まあ、日本ハムとの対戦相手がオリックスだったから、はい、やっぱこれも縁かもわからないけど、うん、西村に聞いたの、うん、高城ダメかなとか言ってたら、うん、うーんって、まあいい返事はしなかったんだよね。ちょっとこういうことかって思って、これに繋がってたってことなんですか。そう、まあ、言えなかったんだろうなと思ってさ。そうか。キャッチャーってある意味、うん、まあ、ポジション、まあ、どのポジションもそうですけど、うん、すごいこう限定された一席じゃないですか。まあそうだな、うん、やっぱ大事なポジションだからね。そう、だからそのもちろん配球良くなくちゃダメだけど打てなくちゃダメだったりとか、打てるんだけどなんか配球がとか、ね、どっちもって難しいの。西村と話した時に、うん、やっぱ正捕手の若月もやっぱ打てないわけよ、うん、だからこう言ってたのはやっぱバッティングが良くなってほしいなとは言ってたよね。だから打てる捕手、うん、まあ、例えば広島で言えば相澤だとか、はい、まあ、新之助が引退するけど新之助だとか、うんうん、まあ、歴代こう打ってきてるそのキャッチャーが打てるチームっていうのは強いよね。強いです。まあ、城島であったりだとかさ、うんうんうん、ああいう人間がやっぱキャッチャーもできて、はい、バッターとしても成立してるっていうのはさ、うんうん、
やっぱり一つのチームを強くする条件の一つになってるよね、はい、うん、だから、まあ、バッティングなのか、俺キャッチャーとしてだったら俺できると思ってたんだよね。そう、2012年から18年まではベイスターズじゃないですか、うん、そう、豊さん見てた時に、うん、その配球だったりとかそういう面での何か光るものってあった、うん、まあ、配球っていうのはさ、うん、やっちゃいけない場面ってあるんだよね、うんうんうん、でここはこういう風にやっちゃいけない、配球的にセオリーみたいな、セオリーみたいなのがあって、うん、それさえ間違えなかったら、うん、意外と正解ってないのよ、まあ、例えばバッターがこのボールに対して反応した、うん、そしたらあ、これを狙われてるっていう洞察力は必要だけども、うん、バッターとしたらさ、ど真ん中でも打ち損じるわけだしさ、うんうん、あ、これで決まったと思う球だって打つときあるし、はい、だからどれが正解だっていうのはないけど、うん、ただこれだけはやっちゃいけないというセオリーみたいなのがあったりだとか、洞察力で、あ、狙われてるボールを外したとか、うん、そういうのは必要だと思うんだよね、うん、でもそれは俺鷹匠はできてた。そっか、なのに、うん、なのにだよ。じゃあやっぱりその西村監督 の、 そのバッティングの部分で、うん、しかもそのまあね、18年までやっぱりそのベイスターズでやってるっていう、うん、その何年かの実績、まあ、実績というかそれを背負ってのリクスだから、すぐにやっぱりすぐにこう活躍してほしかったっていう、まあ、それもあるかもわかんないな、育てるというよりかは、うん、だからまあ戦力外になってさ、まあ、トライアウト、まあ、これは冷たい言い方かもわからないけども、早く第二の人生に転換した方が俺はうまくいくと思うんだよね、うん、原監督と話もした、はい、で俺もその動画内で話をしてるんだけど、やっぱ種火を持つ、燃え尽きない、うんうん、そういうものを持って第二の人生を歩んでほしいんだよ、そこは、うん、だからその野球、プロ野球だけが人生じゃないし、はい、その野球だけが人生じゃない、うん、でも野球やりたかったら、まあ、一つ下のレベル、うんうん、まあ、例えば社会人とか行って、はい、まあ、須田だとか、そういうのはもう今年の都市対抗の決勝かなんかに投げてるのかな、別の野球でも輝ける場所ってあるんだよ、今多いですからね、多いよ、そしたら会社に、うん、まあ、運が良ければ就職できて、はい、うん、その後人生歩んでいけるじゃない、はい、だから自分の人生を本当にしっかり考えてほしいなっていうのは思うよね、うん、だからしがみついてももう近い将来すぐ来るよ、クビって、またそうですね、うん、それだったらもう潔い考え方もした方がいい、うんうん、でも鷹匠は俺キャッチャーのポジションとして俺の目に狂いがなかったら俺は DeNA の正捕手にまでなれるなっていうふうに思ってたから、だから俺なんかすごくショックだったわけ、26で首かって、キャッチャーというポジションでね、今だったら、今例えばトライアウトとか受けたとしたら、うん、どこの球団にキャッチャー、うん、取ってほしいかなって。キャッチャーって意外に不足してるからね、ね、固定のいるところ以外そうですよね、うん、で鷹匠って肩もまだ強いし、うんうん、キャッチャーとしてだったら多分できると思う。でバッティングは俺が教える、ゆたかさんがね来てくれたら、鷹匠が、あ、ゆたかさんと直接、いや実際に鷹匠が打てなくて、うん、俺が見てた時に、例えばホームランを打ったりだとか、人生で一番感じがいいですっていうぐらいの時があったわけ、はいはい、選手も振り分けをしてちょっと見れなくなった時期があってね、でちょっとバッティングを変えたりしたんだけどさ、だからまあそういうことがなければ順調にいけば、結構な選手に俺はなってたと思うんだけど、人生って分かんないな、歯車って狂って、本当そうですね。あとはどういう指導者とずっと出会って伸ばされていくかとか、うん、どの球団に入るかとかね、それでね、うん、橋本渡る、はい、渡るわけじゃない、東北の楽天、はい、巨人から来ましたよね、橋本行ったでしょ、うんうん、あの選手もね、うん、やっぱチームに馴染めなかったんじゃないかなっていう、巨人から楽天に行って、そう、楽天が悪いっていうわけじゃないけど、やっぱなんかこう、俺も日本ハムに行った時に、パ・リーグに行った時に全く雰囲気が違うんだよね、横浜太陽というチームと日本ハムっていうのと、同じ野球をやってるんだけど、なんかちょっと入りにくいなっていう感じがしたんだよ。あるんですね、あのね、やっぱね、あの当時っていうのはセ・リーグの方がものすごい人気あって、セ・リーグから行ってるじゃない、
だからなんかセリーグの選手に対してちょっとねジェラシーじゃない妬みとか、うん、まあちょっと距離を置くというかさ、あなんかそういう感じがして、うん、なんかちょっと入りにくかったのね、うん、だから橋本も巨人から楽天行ったじゃない、はい、でまあそういうことはもう今はないとは思うけど、うん、なんか空気感が合わなくて、うん、これ橋本もできると思う、あの子のバッティングを見てると。そうですよね、うん、だからもったいない選手はたくさんいるんだけどね、うんうん、あとは例えばそれぞれのチーム上で今年はこういう選手が欲しい、去年だったらそのトライアウトで取ってたけど、うん、今年はそこじゃないんだよなっていうのももうあるよね、チーム事情とかもあるかもしれない、うん、いやだから人生の歯車ってさ、な分かんないよ、狂い出したら狂うからな、うん、そうなんですよ、逆にガッチリハマっちゃうとそのままトントントンっていけちゃったりもするじゃないですか。そうだ、こればっかりは本当に持った月というか持ってるものというかね。そうなのかな。だからお前アナウンサーやらなかったら、うん、キャバ嬢でナンバーワンになってたかもわかんない。いや、まあ、本当そうですよね。本当人生ね、分かんないですよね。分かんないね、歯車狂ったね。うん、どっちなのかな。